行で、最初入ってくれるチアのみんなは3人、誰にする？はい、じゃあちょっと並んでもらっていいですか。この今回マー君チームは M スプラッシュ4人いるから、4人の中からまず1つ目のお題は3人に入ってもらって OK、 この並びでいこう。じゃあもうちょっと前出てもらおうかな。 OK、 ではお題のボックスカモン。はい、じゃあこちら先頭はどっち？左右。 OK、 じゃあ左右に引いてもらって、みんな向こう見てて、向こう見ててってば、向こう見ててよ。はい、じゃあこれは左右と、あとお客さん皆さんにもお見せしましょう。じゃん、はいはい、これね、声出さないで、声出さないでね、りんちゃん見に来るね。はい、じゃあこれを持って、じゃあ前の方、りお前の方にちょっと行ってもらおうかな。あの体使って隠してね、見えないようにね。はい、見えないようにね、下まで降りちゃおう、下まで降りて体使って隠して。はい、はい、これです。今から左右にジェスチャーしてもらうのはこちらになります。ではいきますよ、ジェスチャー以心伝心ゲーム、よーいスタート。さあまずは左右からマー君にジェスチャーで伝えてもらいます。みんな内緒よ、何も言わないで、何も言わ、マー君何も言わないで。さあ皆さんの後ろ車が通ります、お気をつけください。じゃあ10秒前、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、はい、そこまで。さあ伝わったんでしょうか。ではマー君、今度はミワに向かってジェスチャータイムスタート。さあ果たしてしっかりサヨのジェスチャー伝わっているのか、なんか加わってる。果たしてちゃんと以心伝心、終わった？終わったの？やりきった感出してきてる。いいですか？じゃあ5秒前、5 4 3 2 1、はい、そこまで。だいぶオリジナリティが加わってきました。ミワ困ってます。じゃあミワからズーちゃんだね。ズーちゃん振り返ってください。ではいきます、よーいスタート。しっかり以心伝心できるのか。あ、でも忠実に再現してますね。さあもう一回、さあ頑張って。果たしてみんなの思いが伝わるのか。では5秒前でいっちゃうよ、5 4 3 2 1、はい、そこまで。ズーちゃんうなずいています。では最後ズーちゃんから誰かな、ゆうか。はい、では振り向いてください。いきましょう、ジェスチャータイムスタート。どうでしょうか、先行。さあ最後に聞くからね、答えね。じゃあズーちゃん5秒前でいっちゃうよ、5 4 3 2 1、はい、そこまで。では答えを発表していただきましょう。すっごい困ってるけどね。大丈夫、すっごい困ってるけど。ではゆうか、答えを発表してください、どうぞ。いや、もう思ったまま。え、洗顔じゃない、待って。待ってが入りました。次ファイナルアンサーでいくよ。はい、答えをお願いします。はい、はい、わかんない、わかんない。はい、じゃあそこまで。ではマー君チームの正解を見てもらいましょう。正解はこちら、じゃーん、カニ道楽のカニでした。ちょっとね、マー君から雲行き怪しかったよね。